テレビ史がプラスワンでございます。ひとみ先生、今日もいっぱい教えてください。はい、お願いします。今日も一緒に勉強していきましょう、はい、さあ早速ですが、しがらきといえばピボンピボン、しがらき焼き。さあもうさ、シュッとやっぱ出るよね。ピボンピボン、踊る朝宮ちゃん、もうあるけどたぬき、あーかわいいかわいい、これでよろしいか。しがらきのたぬきさんやな。はい、出ましたね。そんな風に甲賀市しがらき町は焼き物の町、しがらき焼きですよね。そのしがらき焼きは日本六古窯の一つなんですね。6つの古くからある窯なんですが、ではしがらきの他5つ言えますか。ピンポン、いろんなところに今素晴らしい焼き物あると思いますけど、しがらきが一番です。一番です。あ、はい、そうやんな、はい、うん、ピンポンピンポンピンポン、いっぱいありますけど、うんうんうん、全然わからないです。うん、答える気あるねえ、あなたたち答える気あるのかな。もういいです、答え言います。はい、日本六古窯なんですが、うん、越前、瀬戸、常滑、しがらき、丹波、備前の6つなんです。でこれら6つは中世から現在まで生産が続く産地なんですね、うん、近世以降の産地のものとは区別されているということで、信楽焼の歴史はもう古いということなんです、うん、でそんな信楽焼の歴史を支えているのが信楽窯業技術試験場なんです。技術の指導であったり製品の開発、後継者の育成などを支援しているんです。でその試験場がですね、10月7日に新しく生まれ変わりました。その開所式では三日月知事や信楽を舞台にした朝の連続テレビ小説スカーレットの出演をきっかけに、滋賀陶芸大使に就任した俳優の松下洸平さんが登場してテープカットも行われたんです。ということで今回のテレビ滋賀プラスワンは、滋賀県工業技術総合センター信楽窯業技術試験場をご紹介します。どんな試験場なのかは私がリポートしてきました。新しくなった信楽窯業技術試験場は県立陶芸の森の入り口にあります。どんな試験場なんでしょうか。ご案内いただくのは信楽窯業技術試験場の場長、中島隆さんです。あ、私あのまず気になったのがね、この看板なんですけれども、はい、やはりあの陶器でできてるんですよね。そうですね、うん、まあ、試験場らしく、焼き物の試験場らしく陶器で今回作らせてもらったんです。信楽って大物が得意なので、こういったちょっと大きめの陶器については得意分野ということもあって、あの作らせていただいて、はい、まあ、さらにこちらのモザイクタイルにも、はい、旧試験場で試作していた大きな陶板をモザイク状にしたものです。上長自ら制作に携わったそうです。はい、上手いよこれ。さあこちらの看板にはですね、もう一つ大きな重要な秘密が隠されているんですよね、うん、そうですね。サンドさん、黒川さん、分かりますか。え、ピボン、はい、あの天気によってちょっと色合い変わるみたいなこと。ピンポンピンポン、取り外しが可能。どう、どう、いやー惜しい。違うんですね。漢字ご覧ください。すべての漢字が閉じられてないんですよね。これどういった意味合いなんでしょうか。あ、はい、まあ、全てこう隙間が開けてあるんですけれども、はい、これについては、ね、まあ、新しい試験場にあって、もう皆さんに来ていただきたい開けた試験場としてね、そういうあのこれからの、まあ、気持ちというか意気込みみたいなものを少し表した形で字体を作っていただいたんです。なるほど、素敵なメッセージが込められているし、その理由を知った時にうまいって思いますね。ありがとうございます。開かれた試験場をモットーにしている信楽窯業技術試験場は大きく3つの支援をしています。ものづくり支援、人づくり支援、ことづくり支援。まずはことづくり支援、建物の1階が拠点となっています。で特にことづくりっていうのが何かっていうと、信楽焼の魅力とか、まあ、みんなの交流しながらこうものづくりにつながっていくようなことづくりを、支援できたらということで、整備しています。いろんなものが展示されていますけれども、これらはすべて信楽焼ですか。そうですね、信楽焼というか試験場で、はい、作られたものなんです。今回は特に試験場 の, これまでの歴史が分かるような、まあ、試験場のこう魅力を発信するということを、させていただいて、それを参考にして、うん、企業さんに、それぞれの魅力を発信するようなきっかけになったらいいと思っています。
そういった歴史のなんか景観を感じますね。そうですね、その時その時の時代に合わせて新しいものを先取りして試作していったということで、自分ら職員の中でもそういうことを改めて認識する機会にもなってます。でそういった古いものをまた今後の新しいあのイノベーションにつなげていければということで展示させていただいてます。はい、ということで先ほど、ね、お話ししたように長い歴史がありますから、その歩みを、ね、身近に感じることができるスペースでした、うんね、なんかこの年になったらすごいどんどん興味湧きます ね、うん、こういう本当ですよ ね、 こういうね味わいが、ね、うん、あるのって ね、 ね、はい、で昔の信楽焼というのは産業として火鉢であったり植木鉢がメインで作られていたようなんですが、うん、まあ、それだけじゃなくて先ほど、ね、あったようにおしゃれなティーカップとかスープ皿みたいな、ね、ものも作られていたんですね。こちらの1階展示交流スペースは、ね、誰でも観覧することができますのでぜひ訪れてみてください。開かれた試験場ですからね。では続いてものづくり支援をご紹介しましょう。いや改めてね、信楽焼の奥深さ感じたんですけれども、続いては2階に上がってきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここからはものづくり支援ということになるんでしょうか。はい、そうですね、はい、ものづくり支援では陶磁器原料や製品に分析評価をする装置やデザインする機械がありまして、はい、まあ、多くの事業者様に使用していただいております。ものづくり支援では国内外から選ばれる品質、機能とデザイン性を備える製品作りを支援します。機器分析室、うわ、顕微鏡が並んでます。なるほどね。あ、微小部の分析ができる装置、細かいの分析するよということですね。で、あ、デザイン室ですって。あ、3D スキャナーね。あ、信楽のたぶき、こうやってスキャンできるんだ。 3D ね、スキャンしてるところですね。なるほど。ほいでほいで、あ、X 線分析室、あ、中にいらっしゃいます。こんにちは。こんにちは。今は何をされてるんですか。焼き物 の、 成分を調べています。成分を調べて、はい、てたこのように、はい、お茶碗など の、 表面の材質、はい、材料などを調べることができる装置です。そしたら、まあ、この材質、この艶やかなとか、はい、この色合いとかどうやってできてるんやろうって、これで調べることができるということは、そうですね、はい、この装置で調べることで、はい、まあ、こういうものか再現したいなという時に作ることができます。なるほど。だからこれを作りたいっていうものの成分を調べて再現できる、はい、そうですね、はい、はあ、なるほど。次は印刷室ってどういうことなんでしょうか。あ、お邪魔します。印刷室ってことなんですけど、はい、こちらでは何するのですか。こちらはですね、主に 3D プリンターを使った、はい、試作を行っております。じゃあここに並んでるのは、はい、3D プリンターで出てきたものなんですか。そうですね、実際に、はい、まあ、試作したいものをですね、はい、実際の形で、うん、検証するという形ができるものになります。そっか、じゃあもうこうなったらもう360度から見て、あ、もうこんな形になるんやな、大きさになるんやなっていうことが分かる、ね、わけなんですね、はい。いや、私イメージがガラッと変わりました。信楽焼ってなんかもう本当にアナログというかね、うん、古くから続いているものっていうイメージだったんですけど、なんか科学的というか、なんかハイテクですよね。そうですね、はい、まあ、最近はそのいろんなデジタル技術というものを、まあ、混ぜ込んだ形といいますか、はい、まあ、伝統的な技術に加えて、こういったまあデジタル的なものを混ぜた形で新しい技術としてですね、広めていければということで、こういうことに取り組んでおります。こう融合してまた次の世代へと続いていくんですね。そうですね。あ、こちらは何やらこう箱型のものが並んでいますけれども、うわ、これずいぶん大きい。あ、こんにちは、よろしくお願いします。どうも。こちらに並んでるのは釜ですか。はい、そうですね、こちらに並んでるのはガス釜になります。ガス釜、はい、びっくりしました、こんなに大きなのがあるんですね。 ありがとうございます。信楽は大きい陶器製品を作るのがすごく得意ですので、はい、こういった大きい釜で試験するように作っております。こういった釜で実際に皆さんは焼いて試験をされているんですか。はい、それだけじゃなくて、はい、職員自らものづくりに携わって、ものを作るということをしております。信楽窯業技術試験場の大きな特徴は試験だけでなく、ものを作っている試験場。ですね、うちの、まあ、中でいろんな素材とかいろんなそういう研究するんですけど、はい、
できたもので実際じゃあこれで何を作るんやということで、実際に新製品開発っていう、まあ、あの研究がありまして、そこで職員が自らデザインして、でこういう製品を作っていく、光を通す素材、テストピースだけで見ててもこれどうするんやろうなって感じが思い浮かばない、はい、でもこういう形で、ランプにするとかペンダントにするとかっていうので、こうイメージが湧きやすくなって、じゃあこれら手にされているものは全て職員の方が作られた、はい、そうですね、はい、屋外にも製品が展示されています。これもちょうど火鉢がダメになった時に、でも信楽大きいもの得意なんですよ、はい、でそこで何をしようかって言った時に、はい、庭園用の、ね、テーブルとか、はい、その庭園で外で使えるエクステリアっていうのを開発したものなんです。いやもうぴったりですよね、シチュエーションとしてね、素晴らしい、落ち着くし、はい、うん、味わいもあるし、はい、敵になったのがこちらですよ。そうなんです。これもね実は枯山水をイメージして、はい、そうでしょ、そうだと思ったの、本当に本当に思ったんですで、ね、うん、枯山水でこう石を、細かい、ね、はい、粒の石をこう、はい、ね、履いて模様をつけるんですけど、はい、これは実は上薬の釉薬を無理やりこう縮れるように工夫してやったものなんですよ、はい、だから似せてるというより、でももうこれ独特の、うんうんうん、本当に味わいがありますよね、はい、見飽きませんね、はい、ありがとうございます。昔から試験場職員自らものづくりをしてきました。1階の展示交流スペースの壁面にある陶壁画レリーフもその一つ。昭和42年に作られたもので、旧庁舎から移転させました。新庁舎でもものづくりができる試験場の象徴として飾られています。ものづくり支援ご紹介しましたが、もう心躍るような焼き物が試験場で職員さんによって生み出されてるっていうのも、ね、すごいですよね。いろんな種類あって、あの白いの ね、はい、あのお菓子のね、雪の宿みたいでしたね。いや私と同じこと言ってる、すごい一緒やった。私も思いました、はい、ね、カットということで、カットでした、はい、カットです、カットカットで、ね、お二人のお手元にある可愛い置物なんですが、はい、こちらね、干支の置物です。来年の干支ということでうさぎなんです。可愛らしいです、可愛いです。でね、これ焼き物なんです。これもね、うん、1962年に陶芸家の八木和夫さんがデザインした干支の置物のオリジナルのものを 3D スキャナーで取り込んで、サイズをさらに縮小して加工データ化したもので、うん、でこれも試験場にあるマシーンで型を作って実際に焼き上げまでしたというものなんです、そんなことができるんですね。細やかな焼き物ですね。これによって本当に可能性ってどんどん膨らんでいくなという感じもします。このものづくりができる試験場というね、大きな特徴がこの信楽窯業技術試験場にはあるんです、さあそれでは最後にご紹介するのは人づくり支援です。さあ続いて試験場の別館にやってきたんですけれども、こちらではね、若い皆さんが何やら焼き物を作っているようなんですね。人づくり支援、多様な分野の人材交流を促進し、信楽焼の後継者を育てます。さあ中に入ってきました。皆さん作業されてる、わー、ろくろで真剣な、ね、様子ですね。お邪魔しちゃいます。あ、よろしくお願いします。お願いします。あのこの作業されてる皆さんはどういった皆さんなんですか？はい、試験所で焼き物作りを学んでいる研修生ですね。あ、はい、なるほど。この研修生たちは、はい、どれぐらいの期間？4つの間に分かれてるんですけれども、はい、小物ろくろと大物ろくろ、機銃役、デザインと分かれていて、1年間の研修を実施しています。今だいたいどれぐらいの研修生がいるんですか？ですね、全体で10名の研修生が学んでいます。あの将来の陶芸家を育てているみたいな感じですか？そうですね、将来的に陶芸家になられる方はもちろんいらっしゃるんですけれども、はい、基本的には産地の技術者としてメーカーに入って働いていただくっていうのを目的としています。この世界を担っていかれるわけですね。ちょっと話聞いてみましょうか、はい、こんにちは。作業中にのどこから来られてるんですか？大阪から来てます。大阪からなんですか？はい、でどういったことを学ばれてますここで？ろくろで同じものを正確に早く作る技術を学んでいます。あのどういったきっかけでこちらの試験場で研修を受けられるようになったんですか？好きな作家さんがここの卒業生だというのと、
あとは見学でカリキュラムを見せていただいたときに技術をしっかり身につけることができそうだなと思って信楽に来ました。素晴らしい。ではその技術を身につけて将来的には信楽の鎌本さんに就職をすることにしました。頑張ってください。ありがとうございます。いや、これまでの修了生は延べ570名を超え、産地や関係業界で活躍しています。明治10年創業の丸紙製陶株式会社6代目の今井正幸さんは平成3年度の大物ろくろ化を修了されました。でそこでの研修でなんか印象に残っていることだったり、はい、ここが良かったなというところ。まずね、あの指導していただく講師の先生方がすごくやっぱり少人数なんで割とマンツーマンでしっかり基礎から教えていただけるので、その辺はすごくやっぱり信楽のこの地場産業の、うん、養魚試験場としてはすごくいい場所でしたね、はい。信楽養魚技術試験場での研修でしっかり基礎が身についたと語る今井さん、現在3名の修了生が丸紙製陶に就職して活躍されています。養魚試験場を卒業されてなくても全く の初心者でも一応うちは歓迎なんですけど、はい、やっぱりそのスタートがね、やっぱり本人たちも全くその焼き物に触れてない状態でこういう窯元で就職となるとやっぱりすごく不安が大きいんで、やっぱりその辺は養魚試験場とかそういう場所で、まあ、学んで焼き物のねそういうのを学んでこられる方が本人たちもすごくやっぱり安心もあるし、また幅広くその窯元で作ってるものが違うので、その辺はすごくやっぱりやりがいがあるのかなと、そういうことは思いますけどね。では産地にとって信楽養魚試験場はどんな存在だと思いますか。はい、実際に普段これどうしようかな、これどうして作ろうかなとか、この色どう出せるかなっていう、やっぱりその辺の相談もね、やっぱり養魚試験場はいろんな本当にいろんな知識があるんでね、その先生方のちょっと相談をね仰ぎに行く場所でもあります。はい、その関係はずっと続いているんですね。そうですね、そうですね、その辺はすごくありがたい、養魚試験場もありがたいところですけどね。はい、信楽焼の産業を支えるなくてはならない存在が信楽養魚技術試験場なんですね。皆さんぜひお越しください。はい、ここまで信楽養魚技術試験場オールスターズでした。はい、ということで歴史ある信楽焼をこの地で後世へもつないでいくためにはやっぱり後継者、人づくりというのは本当に欠かせないんですよ、ね、どんどん来てほしいですよね。本当ですよね。ということで今後もいろんな職人、人が生まれて技術、物が生まれ、さらに交流、ことが生まれていくのが楽しみですね。さて次回は12月23日の放送です。以上テレビ滋賀プラスワンでした。